皆さんこんばんは。今回は国民的人気を誇るアイドルグループ、嵐のメンバーで王子様的な存在の松本潤さんについてお話しします。松本さんはドラマ、花より団子で共演した井上真央さんと交際していると言われていて、ファンからは真央潤と呼ばれています。2人にはたびたび結婚の話題もありましたが、 現在のの関係はどううなっているのでしょうか2人の所属している事務所や関係者などが語っている内容にも注目してみましたまずは軽くプロフィールをご紹介します生年月日1983年8月30日39歳出身地東京都身長1 7 3トル血液型 A 型 松本さんと井上さんは2005年に放送された大人気ドラマ「花より団子」で共演し続編や映画版を含め2008年まで現場を共にしました2人はお揃いのアクセサリーを身につけていて交際が噂されるようになりましたがアイドルの交際報道としては珍しく異例の高評価となっていました 2011年の NHK 紅白歌合戦では井上さんが司会を務め白組の出場者の中には嵐の名前もあり2人の共演に注目が集まりましたこの時に2人はお揃いの指輪をつけていてさらにロングドレスで登場した井上さんがリハーサルの時にドレスを踏んでしまいよろけてしまった時に手を出し支えたのが 松本さんだったと言われていますまた他にもいろいろなお揃いグッズを愛用していてそれぞれ別のイベントなどに出ていた写真で松本さんと井上さんが同じ模様に見えるお揃いのストールを身につけていたことがツイッターで話題になっていましたその後の2014年には深夜の密会を報道され二人の関係は順調かと思われましたが 2015年に入ってすぐに破局が報じられ2016年12月には松本さんと葵司さんの関係が報じられてしまいました松本さんは井上さんと交際中の2014年から2017年の4年間葵さんとも交際していたそうで2017年5月に松本さんとの関係を葵さんに 直撃取材している記事によると、葵さんは、もう連絡しないようにしてると語り、記者から決別したのかと確認されると、まあ、そうですねと話していました。また、自分の方から別れを切り出したと、葵さんは告白していて理由としては、ワイルドなくせに嫌気がさしたと話していて、2017年の夏に破局に至ったようです。 またその頃には井上さん本人が関係者に対して、松本さんとは付き合ってないと、明言したと報じられていました。その後にも松本さんは井上さんとの破局や復縁、結婚などの報道がいくつも報じられていて、井上さんが主演を務めた大河ドラマ、花もゆの、視聴率の低迷のせいで破局するとありました。 視聴者からはドラマに対する厳しい意見が多く、来期の大河ドラマに期待するといった声も多く上がっていました。また大河ドラマで主演を務めることから、撮影期間の1年近くは松本さんとすれ違い生活になってしまうことや、このドラマで一定の視聴率を記録して、井上さんが女優として結果を残すことができれば、 結婚しててももいいといいととう双方のの事務所の合意があったた言われていましたしかし視聴率は低迷していることから2人は破局してしまうのではないかという憶測もされていてインターネットの掲示板でも2人の結婚の行方について多くの書き込みがされ2人の関係は注目を集めていました ついには結婚適齢期になって周囲からも好意的に受け取られているのに結婚しない2人に対し結婚できない理由などと書かれている記事などもありその中でも多いのが結婚間の違いと創価学会についてでした松本さんは結婚についての質問に結婚したら奥さんには家庭に入ってほしいと話していたことがあり 井上さんは、幼い頃から続けてきた、大好きな女優の仕事を辞めたくない、と考えていると話していました。また、井上さんの家族が、創価学会員であると、これまでにも何度か報じられ、2020年には、月刊誌のインタビューにも答えていて、松本潤が回収して結婚なんて話もありました。憶測ばかりで決定的な情報がない人に対し、 さすがにもう破局しているのではと考えている芸能関係者の方が多いようですが井上さんの関係者からは続いているという証言が出ている一方で全事務所の幹部は交際しているかは本当にわからないとも話しているようです事務所の幹部さえも把握できていないのはかなり異例のことなんだそうですが 2人の交際が続いていて結婚となれば、そのタイミングは松本さん主演の大河ドラマ、どうする家康の終了後でしょうね。松本さんは2023年末までは撮影があり、井上さんも2023年1月13日から主演ドラマ、100万回言えばよかったが決まっていて、佐藤健さんとの恋愛ドラマということで、 ゴールインするならばスケジュール的に2023年末や24年早々と考えられます。松本さんも結婚願望については国分太一さんと結婚について語っていてタイミングがないとどうにもならない普通に暮らしてる人と状況が違うということも理解していると話していてそういう時が来たらと聞かれるとしたいですねと答えていました。 そんな松本さんについて所属事務所の先輩で10代の頃から松本さんを知っている V6 の岡田純一さんは松本くんってすごく繊細ですごく不器用な人と話していて松本さんも自分の思いみたいなものを岡田くんにとろしたことがあるんですねその時があまりにも不器用で重すぎた結果岡田くんに一回距離を置かれてます と笑ってて話ししいました何でもスマートにこなす印象の松本さんですが自他共に認める重くて不器用な人間だったようで結婚に関しても慎重になっているのかもですね10代の時に単発ドラマに出た時には芝居の経験がなく全然芝居ができなくて監督に泣かされたと語る松本さんは現在では大河ドラマ「どうする家康」の「 主演を務め魅力的な演技が注目されているのでこれからの活躍にも注目しつつ応援したいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです。またお会いしましょう。